どうも、菅原大地です。今回はグリーン周りのアプローチのレッスンをお送りしていきたいと思います。今回のテーマはですね、グリーン周りおよそ20ヤード以内のショートアプローチになるんですが、ボールを止めたい場面、逆に転がってほしい場面あると思います。ですので、今回はですね、転がしやすいアプローチ、そして逆にボールを止めやすいアプローチの違いについて解説をしていきたいと思います。いくつかのポイントがそれぞれにありますので、そこをですね、しっかり押さえていただければと思うんですが、まずは多くの場面でこのアプローチの方が失敗しづらいんじゃないかというおすすめのアプローチなんですが、それは手前からやはり転がしていくというアプローチになります。理由としては、振り幅があまり大きくならないので、この失敗した時にも大きなミスにつながりづらいという点では、基本的には転がしのアプローチがおすすめです。なので、まずは転がせるかなっていうところを状況判断をしてですね、転がせそうなのであれば、転がしを選択した方が失敗はしづらいです。ポイントは、まずグリップエンドは左足の付け根から、もしくは付け根外側くらいの位置に持ってくる、いわゆるハンドファーストという形です。ターゲットに対してスケアをまっすぐに構えて、真ん中にボールの位置は置いてあります。そしてグリップエンドを左に傾けて、このようなハンドファーストの形を、構えを作ります。そして今日のテーマのですね、大きなポイントは肩の動かし方です。ボールが転がってほしい場面の肩の動きというのは、回転の動き、しっかり左肩に対して右肩をですね、この入れ替えて、しっかり肩がターゲット方向にこのように出ていくような動きになります。横の回転ですね、ハンドファーストに構えて、そして転がす時のバックスイングは極力小さく、両手が体の右側から出ないくらいの感覚で、極力小さくで OK です。そして肩をターゲット方向にこのように前に出していく、こんな感じです。転がす方の打ち方の方が、まあ、ボールの状況ライっていう点でもですね、いろんなライに対応しやすいのがこの打ち方です。後ろのテイクバックを小さくして、右肩をしっかりこう前に、いわゆる下げないということですね。ポイントとしては、この構えを作って、ハンドファーストを作って、肩をしっかり前に出していく、後ろをコンパクトにして、フォロースルーは少し肩を出していく分、少し大きくなるかもしれませんが、ボールはですね、やっぱり上がらない、これは今52度で打ってるんですが、上がらない打ち方で手前からゴロゴロと転がってくれるのがこのアプローチの特徴です。もう一回だけ打っています。クラブヘッドは右肩が前に出ることによって低いフォロースルー、手首も、まあ、このようにハンドファーストがねキープできてればなおいいかと思います。このような感じで、まあ、こう安全にですね、寄せやすい、ぴったり寄せるのはですね、もしかしたら難しいかもしれない状況もあるかと思うんですけど、まあ、失敗をせずにグリーンに乗せるということを優先的に考えると、やはりこの低めのアプローチ、転がしのアプローチがおすすめとなっております。一方で、手前に障害物があったりとか、転がせない何らかの理由があった場合には、多少ですね、まあ、少しボールをキャリーを出して、まあ、上げるっていう形になって、ボールを止めたい場面ですね、あまり転がってしまうとグリーン出てしまうとか、手前に上げなくてはいけない何らかのこのですね、まあ、条件というか、この何らかの理由があった場合には、少し先ほどの低い球というのが使えない場面もあるかと思いますので、今回紹介するのはあまり複雑ではない打ち方、シンプルな打ち方でボールですね、柔らかいボールを打てて止まりやすいアプローチということになるんですが、まず一つ目の条件としてはですね、このボールのライン、状況判断が大事なんですが、ラフの方がクラブヘッドが入っていくスペース、ボールの下に入っていくスペースが多くなりますので、やっぱりボールの下に入るスペースがあった方が、柔らかい球、止まる球っていうのは打ちやすくなってきます、このショートアプローチにおいては。なので、まずボールがある程度浮いてるかどうかっていうのは、この柔らかい球、止まる球をですね、打つ前のまずチェックポイントとして押さえておいてください。この状況で、ボールがですね、沈んでるにもかかわらず、やっぱりこう高い球とか止める球を打とうとすると、やっぱり失敗につながってしまいますので、そこはまずですね、気をつける部分ですね。で、先ほどの低い球との大きな違いなんですが、まずボールの位置はセンターで構いません。そして構えの時にグリップエンドはおへそに向かって、まずセットアップしてください。このような形です。多少こうウィークグリップというような、
フェースを返しづらいグリップにもなるかと思いますので、それで OK です。そしてこの状態でスタンスの幅も同じくらいなんですが、五分五分に体重としてはセットしていきます。そして大きなポイントはやっぱり肩の動きなんですが、先ほどは右肩がターゲット方向にこう出ていくような横の回転になっておりますが、この上げるアプローチ、ちょっと柔らかい球をですね、打つアプローチは肩をこう下げていきます。パッティングの動きに少し近い肩の動きですね。こうすることでまずクラブヘッドがしっかりボールの下に入っていく、右肩が下がることでいわゆる自然なダフリを起こしていくってことですね。上げようとした時に結構トップが怖いっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、この動きをすることで自然にダフらせていくのが大きなポイントの一つです。そして今右手のひらをこのようにまっすぐ出してますが、右肩が下がると手のひらっていうのは上に、つまりこう上空に向いてきてクラブのロフトが増えて当たりますので、よりボールはこう飛ばない動きになってきます。上に上がりやすく、ボールの勢いとしても前に行きづらい当たり方になってきますので、この肩の動きが全然違うということですね。もちろん構えも全く違いますが、肩の動きも変えることで自然なダフリと結果的に柔らかいボールを打っていくということです。構えはこのような形です。ハンドファーストにせずにここから右肩を下げていく、こんな感じです。決してですね、このショートアプローチ近場で高く上げるということは難しいので、実際には高く上がらなくてもボール自体がこの柔らかい球で前に行きづらい球で飛んでいきますので、先ほどのボールに比べると相当ですね、やっぱり止まりやすい、転がりづらい球が出てくるということです。このように肩の動きが全く違います。構えて、結果的にはヘッドからですね、出ていくような、打ち終わった後に手元は体の近くにあってヘッドが前にいる、先ほどの転がすアプローチの際は右肩が出ていくので両手の位置、グリップの位置というのは体から結構離れた位置になります。もう一つ転がす際の、ポイントをちょっと言い忘れてしまったんですが、少し左足に重心体重が来ているといいかなというのが転がす時のポイントになります。止めたい時のアプローチは五分五分、打ち終わった後に多少右足体重でも構いません。もう一回やってみます。このボールがですね、できるだけこう浮いてるところにあればあるほど柔らかい球というのは出やすいので、しっかり意図的に右肩をこう下げていって構いません。こんな感じです。先ほどの転がす球に比べると、ボールは当然飛ばないので同じ距離を打とうと思うと振り幅はですね、わずかに大きくはなっていくんですけども、複雑な動きをしなくても比較的このアプローチウェッジ52度なんですが、柔らかい球が結構打ててくるということで、このショートアプローチではですね、使いやすい動きになってきます。この動きで30、40と距離を伸ばそうとすると当然こう軸が大きく傾きすぎてしまってミスヒットにつながりますし、これではボールをね、ちょっと遠くに飛ばすことはできないので、これはやっぱりショートアプローチ限定の打ち方にはなってくるんですが、この切り替えがしっかりできれば見た目としては小さく振ってても柔らかい球が打ててくるということですね。比較的落ちた後にボールも前に行きづらい球が打ててきますので、今回のショートアプローチのテーマちょっとおさらいしますと、基本的には転がす方が失敗が少ないので、まずそちらをね、覚えていただければと思います。左足にウェイト、重心、軸を持ってきて、少しハンドファーストの構え、グリップもですね、感覚としてはちょっとストロンググリップになるかなという形です。そして動きとしてはテイクバックを小さくして右肩を前に出していく、このような形です。下半身はほとんど動かす意識はなくていいので、あんまりこうバタバタ動かないです。こんな感じです。で、一方で柔らかい球に関しては五分五分の体重のセットアップとグリップエンドをおへそに向けた状態でパターのストロークに近い右肩を意図的に下げることでダフらせる。なのでこの後者の方がやはりショートするリスクはあるということですね。逆に前者の説明した方はオーバーしやすいリスクはあるのかなというところで、どっちのリスクを取るのかっていうのは必ずそのグリーン周りの状況判断でやっぱり決めていくこと、コースマネジメントがですね、大事になってきますので、ご自身の判断でどちらも使えるようになってですね、その場に合った
アプローチをして、ぜひ寄せワンの確率を増やしていただければと思います。参考になれば高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。